はい、皆さんこんこにちは、えー、今回からですね関数解析を学ぶための位相空間論というものを始めていきたいなというふうに思っています。まあ、でも今日はですね、まあ、これを始めるにあたって、えーまあ、動機とか、ね、背景とかそういうものを述べていきたいなというふうに思っていますね。まず関数解析という、ね、数学の分野がありますよと。それはまあ関数空間の理論ですねと。で関数空間、例えばまあ,あ,のある種の関数全体を考えた空間のことをまあ関数空間と言いますね。 で、これ、えー、関数空間自体はた足し算してもその空間の中に含まれるわけだし、えー、スカラバイしてもいいわけですよね。だから、下方が定義されてますし、スカラバイも定義されてると、その空間内でね。だから、まあ、ベクトル空間になるわけですよね。というわけで、えー、大学の初年級で習うような線形代数学の知識というのが前提になります。ただ、一つ大きく違うところがありますよね。それはどういうことかっていうと、その大学初年級で習う線形代数においては、そのベクトル空間、線形空間というのは、 えー、有限次元だったわけですよね。でも今回は、えー、無限次元ですね。関数空間っていうのはまあ、基本的にはもう無限次元の空間になるわけですね。だからまあ、えー、無限次元解析になるわけですよね。だからその有限次元で考えてたことがそのままストレートに通ずるとは限らないというわけでやはり難度がまた、えー、一つガーンと上がったというわけですよね。 でこのような関数解析学は、えー、学ぶことによってね、どういうふうな、えー、ことができるようになるかですね。変、まあ、微分方程式への応用という,、えー、いうことがまず一つありますよね、まあ。ラプラシアンなんですか、調和関数ってやつですかね。それの解は、例えばディレクレ問題っていうのがあって、そのディレクレが初めてこれじゃないって言ったんですけども、えー、ワイヤル・ストラウスが それ,そ,れそういっただけじゃちょっと本当に確かかどうか分かんないよっていうね疑義を挟んで、えー、結局だからもう少し厳密に、えー、数学っていうものを構築して、えー、隙間を埋めていかないとですねその調和関数の解っていうのがそのディディクレが提唱したものと一致するかっていうことがイコールとしてね、えー、言えないっていうような状況が起きたりとかね、えー、そういうだから理論的な不備を、えー、関数解析学が埋めてくれるとも言えるわけですよね。 でもう一つだから、えー、関数解析学は例えば量子医学これはまあヒルベルト空間の理論になってくるわけですけれども、えー、量子医学の数学的な基礎づけを与えたりもしくは例えばシュレーディンガー方程式やディラック方程式を一般化したそのシュレーディンガー作用素とか、えー、ディラック作用素 というものを数学的にだが一般化したものを研究することによって、えー、さらにそれを物理学にフィードバックするっていうこともなんかあるようですね。まあ、ここら辺になってくると私も全然わからないんですけれども、まあそういうことが言われている。だからまあ結構ね、えー、奥が深い分野であると。 いうわけですただ今回やりたいのはですねさあこの関数解析を学ぶためにはまあ知識がある程度必要ですねということで、えー、そのために必要なものの一つの一つである位相空間について、えーこううん、講座講座というかまあ自,、えー、自分なりの動画を投稿していきたいなというふうに考えているわけですよね。 でまあ、ちょっともうちょっとこの,、ね、この位相空間の話に入る前に、まあ、今言ったことともちょっと若干かぶりますけれどもじゃあこの関数解析を学習していく上で必要な知識はどんなものがあるかということをちょっとお話ししていきましょうかね。はい はいえー、関数解析の入門に必要な知識ということでまあ線形代数これは言いましたよねこれまあえー、ただこれはまあ、えー、12年で習うのは有限次元でしょうまあ、でも有限次元の、ね、部分をしっかり理解しておくということは必要ですよねでこの線形代数に関してはですねどうなんだろうな、えー、とど例えば YouTube で学習しようとした時にまあでも全部はないですよね、うん だからまあ,ある程度、自分でえまだ勉強してない人は自分で学習するし、大学で勉強している人は頑張って勉強するということになりますね。で解析学、これもやっぱりえ少なくともその一変数の解析学、イプシロン・デルタ論法であったり、連続性、微分、積分、微分も積分もも積この場合の積分はまあリーマン積分ですけど、しっかりやっといてほうがいいですね。まあ、で多変数のね知識もあるよりないに あないよりあるに越したことはないですけどあのないから困るってこともそんなには起きはしないと思うんでまあこれはだから1、えー、変数と1変数の微積分をしっかりしてまあ1変数の微積分は、まあ、連続性とかねイプション出るということも含んで1変数の解析学というふうにしておきましょうかねこれしっかりやってみましょうね まあえー、と今述べてるのは、あくまでも関数解析の入門書を読むために必要最低限な知識ということでお話をしております。まあ線形代数はまだいたい全部ぐらいや、まあ全部、うんまあ、ジョルダン標準形を知らなくちゃ読めないかっていうとそうでもないと思うので、まあ線形空間のね、えー、ところは固有空間とかねそういう話ぐらいまでは知っといた方がいいかもしれないですよね。えーと で解析学っていうのはまあ一変数の解析学微分析分学連続性とかねまあ種ろデルタ論法っていうものは知っといた方がいいでしょうということですね。で3番でルベーグ積分っていうのがやっぱり主役になってるわけです積分の中でその主役になってきますよね。ただしこのルベーグ積分のハードルは相当高いねということになってきますね。でこのルベーグ積分をえ一つうん理解しよう。 ししっかり理解しよう数学的に理解しようってなるとこれがまた関数解析波というんですかねうんどうなんだろうなうんまあ関数解析の方は理論としてはもっと深いですけれどもルベーグ積分を理解しようと数学的に理解しようとするのもこれまた結構な難題ですよねまあ最初にですね速度論っていうのゃいけしい即例えば大学の講義だと前期速度論やってでそれでやっとルベーグ積分 ね、やるっていうことでルービーベンク積分どんなもんかってやったりとかねするっていうことで結構ねこの速度論というのがハードルになっているわけですよね。じゃあこの、えー、ルービーエンク積分っていうのは絶対必要かっていうとまあ関数解析を本格的にやるんだったら必要なんですけども、えー、今カッコつけたんですけど関数解析の入門書を読み始めるにあたっては必ずしも必要じゃないですよ。 いうこととちょっとカッコしておきません、ね、だからこれはルベーグ積分はそんなに知らなくていいかなということですね。実際的にですねあの関数解析の入門書で、えー、ルベーグ積分の知識は必要としないっていうふうに書かれている本もありますね。ただしまあ巻末にねそのルベーグ積分の整数が書かれている。でそれをまあ読んでまあ理解しておけばいいよみたいなね。えー 黒田先生の解析学の入門書でも、えー、裏に裏裏っていうかその後ろの方にそのルベーグセ分のね、えー、簡単なまとめがあるのでこのまとめのね知識さえあれば本書を読む上で十分だっていうふうに書かれてで、うん、まで必ずしもルベーグ積分入門書を読む最初の段階においては必要としないでしょうただ黒田先生も言われてるけどもでもね関数解析をしっかり学びたいんだったらルベーグ積分は いつかの時点で必ず、うん、きちんとやっときなさいよということが述べてあるわけですよね。だからまあ当面は別にルベーグ積分はいらないけれども、うん、まあいつ本格的にやりたい人はいつかルベーグ積文をしっかり学びなさいということですね。さあそしてですね4番目位相空間論というのがありますね。でこれなんですよね。私だから、えー、関数解析の入門に必要な知識として私が えと動画で提供したいなと思うのは、位相空間論ということになります。まあ、一般位相と言われるもんですね。だから、回集合だったりね、回集合とは何かというところが始まって、えー、まあ、閉集合とか、閉、まあ、法とか、ねえー、内点とか、なんかそんな話がいっぱい出てくるわけですよね、えー。いろんな用語が出てくるわけですね。まずちょっと特徴を書いておきます。今いろんな用語が出てきますよね。 点列コンパクトとかコンパクト集合とかねまあそういうののまあ、えー、関数解析の入門書を読むためにね関数解析の入門に必要なんですよね、えー、関数解析を勉強ね本格的に勉強する前の 段階に到達するための、えー、必要なな知識そしてて、まあ、空間論をやろうかなと思っておりますただこの位相空間論って今書きましたけども関数解析の空間っていうのは距離空間と呼ばれるものなんですねだから一般の位相空間よりははるかにユークリット空間に近いということになりますねだからうん距離空間 の知識を、えー、ある程度知っていればいいし、活用できればいいなっていう話にはなるんですけどもね。で、実はですね、私はあの関あのい、えー、と異相空間論の、えー、入門的な動画もいくつか上げたいなっていう風に考えていたんですよ。でせ、えー、だからせっかくですから、まあそうそれとねちょっと合体させて、えー、まあ、関数解析の入門ではあるんだけれども、一般位相的なお話もしながらまあ、距離空間 関数解析に必要なのはね、距離空間だから、まあ、距離空間のお話もしていくという感じで、えー、進めていきたらなというふうに思ってますね。そうですね。で、えーまあ、関数解析の入門に必要な知識なんで、えー、ちょっとゴールっていうものを先に書いておくとですね、まず、えー、とゴールね。ゴールまあ、目標、目標1。はい、えー。これはやっていきたい。距離空間の 距離空間が与えられた時に空間 X が、えー、距離空間だよっていうだけではバナハ空間にもヒルベルト空間にもならないので、えー、まあそれがね、えー、完備だっていうことで、ねえー、言うために、まあ、完備っていうのは高止列が収束するっていうことですけども、えー、その空間内の高止列が全て収束するっていうのがまあ完備。 っていう条件ですけども、その完備じゃない距離空間も完備化することによってえー、完備距離空間になりますよ。ということが言えますね。だ、これはだから、あの一般輸送からあのこれらがあの今回動画始めていくんですけども、やっぱりその関数解析の入門ということで。まあこれも一つのね、えー、何色で行こうかな？目標にしようかなと。 いうふうふに思ってますね、えー、今回の関数解析の、えー、入門の、えー、学ぶためのその位相空間論として、えー、一つのゴールとしてね目的距離空間の完備化をちゃんと理解して、えー、理解できる出てくる用語の理解できてる用語も理解できてるしその証明もわかりますよっていうのをちょっと、えー、目標にしていきたいと思います。でねもう一つ実はうんと関数解析の、えー、ための位相空間。 論であれば、えー、ゴールにしたい目標にしたいものがあります。で実はこれですね。はいベールの定理っていうのがねあるんですね、えー。バナハ空間における、うん、一応有界性の定理、えー、会社像定理、ヘイグラフ定理の基礎をなす重要な定理っていう,いうのがあって、えー、この重要なねこの三つの定理はどれもこのベールの定理っていうのが 使われますすよとということなんですねだからまあ、えー、で実際にですね、うん、位相空間論の、えー、基礎知識さえあ,あれば、ね、距離空間の、ね、簡単な知識があればこのベールの定理っていうのは、うん、そんなに難しくなく理解できるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、これもねだから一つの目標にしていきたいなこの、まあ、こ一つの目標というかこれが最終目標ですね。 とりあえず関数解析を学ぶための予想空間論の最終回はこのベールの定理の証明ということにしたいなというふうに思ってますじゃあその感じのベールの定理っていうのはどのような定理なんでしょうかねちょっと見てみましょうかねまあ X が完備距離空間ですよとで Fn っていうのが X 上の平集合ですよとで N は12点点点 N 点点点加算無限化与えられてますねと。 えー、x っていうのはこの平集合の、えー、加算項の和で表されてますねここがまあ上限条件ですねでこの時に fn のうちの少なくとも1つは内点を持ちますよということのまあ意味が分かってその証明もきちんとできると分かったというのも一、えー、つの目標にねしていきたいなと思いますこれなでも何言ってるか分かりますね分かりますかね何言ってるかよく分かんないですよねこれね でこれがこれが実は、えー、一応、誘拐性の定理とか、会社像定理とか、イグラフ定理の基礎をなしているということらしいんですよね。まあ、これどういうことかって言ったらば、まあ平集合って例えば、うんこ,このようなね、点集合も平集合なんですけれども、この点集合をまあ加算こね、えー、くっつけたやつも、加算っち無限庫って言っちゃう、ちょっと。 危ういかなちょっと一応有限公に飛びとこう、えー、これも集合なわけですよねでもそのうちのだから平、えー、集合って言った時にはなんかこういうなんか点1個だけだったりとか点が何個か集まってきただけっていうような、えー、孤立した集合である可能性が高いんですけれども完備、えー、距離空間の場合平、えー、集合をかさむ原稿。えー のののユニを取ったらばそのうちの一つない点点っていうのは、うん、広がりが取れるっていうことですよね。だからこれ点だから、うん、点だったらばここにない点は存在しないわけですよ。点だから点しかないわけですね。だからない点を持つっていうことは何らかの広がりを持ってる平集合が、えー、含まれてますよっていうのが、えー、ベールの定理の主張ですね。で、これはだからある種のない点があるよっていう内い点の存在定理になってて、それがまあ、 この3つの一応誘拐性の定理、解消定理、グラフ定理の、えー、証明に、えー、使われるということですよね。うん、もう一回言うと、そのベールの定理っていうのは完備距離空間だったら完備距離空間でその完備距離空間が閉集合の重複元子の、うん、和集合として表され続けその閉集合のうちのどれかは、うん こういうい素な平集合じゃなくてちゃんと広がりを持ってる内点を持ってる平、うん、集合になりますよっていうのがベールの定ですよ、ね、まあ,ないあの広がりっていうのはだからこの中にちっちゃい半径であればこの中にその開、えー、円盤怪衆号の、ね、円盤こういう境界を含まない、えー、半径 R の円盤がね、えー、作れますよっていうのがこれが。 えー、内点の意味ですよね。はい。で、こういうのを最終、えー、目標ゴールとして、えー、位相空間論の、えー、お話を進めていけたらなと思います、えー。聞いていただきましてありがとうございました。